司馬遼とはどんな人？八王の乱の先陣を切った犠牲者。今回は三国志ではなかなか馴染みのない八王の乱について、そしてその八王の乱の8人の王の一人司馬遼についてご紹介していこうと思います。よく噛み砕くと、八王の乱でイカれたメンバーを紹介していくぜ。第1の王、司馬遼ということですね。なかなか壮絶な終焉を迎える人物なので、八王の乱の口火としてお楽しみください。序南王司馬遼。司馬遼は司馬懿の三男です。司馬氏、司馬将は異母系で、同母弟には司馬仲、司馬慶、司馬俊、また異母弟にはこちらもいずれご紹介する八王のメンバー長王司馬麟がいます。真の皇帝司馬遠は甥っ子にあたる人物ですね。司馬一族としてそれなりの地位で腕を振るっていましたが、諸葛丹の反乱で失態を犯して降格されていました。しかし新王朝が開かれる頃には復権しており、司馬一族の長老として扱われます。そして277年8月、序南王に解放され陳南大将軍に任じられました。司馬遠崩御。290年、武帝司馬遠が崩御します。司馬遠は病に倒れた際に皇太子司馬仲の補佐を司馬遼と外戚の楊俊に任せると遺言します。楊俊は姪が司馬遠の皇后になり、その死の後は娘が皇后になったこともあり、皇帝の外戚として戦王を繰り返し、自分を称える者たちに爵位を与えるなど好き放題していました。こんな中で司馬遠が倒れたのです。楊俊は秘密裏に司馬遠の遺言を改ざんし、権力を握ろうと画策しました。それだけでは飽き足らず、司馬遼暗殺も企みます。巨匠に逃れる。しかし楊俊の企みを察知した司馬遼は巨匠に逃れます。この際にある人が楊俊を討つべきではと進言をするものの、司馬遼はこの行動を起こすことはありませんでした。こうして楊俊は司馬遼を宮中から追い出し、新皇帝司馬仲の権力を重ね、やりたい放題を行います。楊俊は自分の人気のなさを理解していたのか、爵位のばらまきで人心を得ようとしますが、これは反感と混乱を招いただけでした。そうして混乱する世の中にある人物が立ち上がりました。そう、カナンプーですね。カナンプー宋王と立つ。カナンプーは楊俊を除くようにと司馬遼に働きかけますが、司馬遼は動きませんでした。ならばとカナンプーが手を組んだのが司馬仲の弟司馬遠の五男である宋王司馬懿です。そうして291年3月、クーデターが起こります。楊俊とその三族側近の者たちは誅殺され、司馬遠の皇后であった楊皇后も庶民にまで落とされ、監禁後に餓死させられました。一連の流れが戦争を止めさせようと働きかけたならすごい行動ですが、カナンプーが行動を起こしたことが自分が戦争をするのに邪魔、逆恨みとなっているので、別の意味で凄さを感じさせます。司馬遼実権を握る。慶帝司馬仲は御事の利を下し、司馬遼は栄冠司馬懿と共に補正の任につきます。ですが司馬懿は粗暴な性格で、司馬遼と栄冠はこれを取り除こうと画策。司馬懿は2人に不満を募らせることになります。そして同時にこの2人はカナンプーにとっても邪魔な存在でした。290年6月、カナンプーは司馬仲に勅令を出させ、司馬懿に司馬遼と栄冠の逮捕をさせました。前回からまだ3ヶ月しか経っていないことにびっくりです。司馬遼あんまりだ。この逮捕に司馬遼は抵抗することなく捕らわれました。私の忠誠心は明らかなのに、どうして無罪の者を殺害しようとするのか。暑い日の中引き出された司馬遼、その姿は誰もが哀れみ、処刑はなかなか実行されませんでした。あまりに暑い日であったためか、司馬遼を気遣って車に連れ返し、兵士たちが扇で仰いだほどだったといいます。これに怒った司馬懿は叫びました。王子を切った者に布千枚を与える。即座に兵士たちが殺到し、司馬遼は切り刻まれました。髪は引き抜かれ、鼻も耳も削ぎ落とされ、八王の乱の最初の犠牲者はここに無残に散ったのです。期待と失望。容疑が行った件に爵位のばらまきがありましたね。余談ではありますが、実は司馬遼もまた同じようなことを行ったようです。楊俊討伐の功績として1081人を公に報じただけでなく、大した功績もなかった娘婿を要職につけました。人々は司馬遼と婚姻関係にあるから重用されているのだと噂している。
しかし残念ながらこの還元は司馬遼の心には届かず、司馬懿の息子であり諸葛亮と同じ名を持った司馬遼は司馬一族にありながら目立った功績はないまま歴史の礎となったのでした。三国志ライター千の一人ごと。ちなみに処刑の翌日、司馬遼の処刑は司馬懿の独断で行われ、尊徳を捏造したと河南風は司馬懿を中殺。一応一日で司馬遼の名誉は回復されたことになります。しかしこれは終わりではなく、八王の乱の始まりに過ぎません。ここから国の混乱と破滅の時まで、どうかこの辛抱遠慮渦巻く泥濘にお付き合いください。ドプン。